こんにちは。ヒカルの語英語バージョン第1巻だから英語紹介しますね。120ページです。 He even played the 秀作 diagonal っていうふうに、トーヤが思っています。秀作のコスミもそうだっていうふうに言ってるんですね。この diagonal っていうのは、対角線とか斜め線のことを言います。また、語の言葉ではコスミという意味があります。